だいぶ売り古い、ね、古いです、ずっと外してないやつで。あ、そう、はい、今日は肩のグリップ交換、そして、シャフトのカットです。シャフトのカット35インチを現状はね、はい、はい、これを自分に合わせて33にするということですね。そうですね、はい、親父が使ってたやつ、ね、このモデルね、はい、ホワイトホット、はい、いいじゃないですか。そうなんです。そしたらシャフトカットするときに、はい、ですね、一応基本的にはもう一度、まあ、ダミーのグリップ、あ、ダミーのグリップ、はいはい、あるんですけど、切ったやつね、はい、これをさせてもらって、要はね、何ミリカットすればいいのかというのをね、はい、チェックします。あ、でバターの長さは今ルールではね、はい、このグリップエンド、はい、でシャウト延長線、シャウトの軸線、はい、シャウトの軸線とソールの交点、はい、ここが長さなんですよ。はい、だからこれ35やったですか。35のはずです、うん、まあ、厳密に言うとね、35と4分の1ですね。あ、そうなんですか、うん、へえ。ちょっと長め、うん、で33にするんであれば、カット白が50ちょうどやな、50ミリです。はい、うん、50ミリって言ったら結構ですね、うん、まあ、2インチ50ミリですね、はい、55です。はい、あのパイプとかこう切る、ああ、なるほど、ね、はい、ここに、今この刃がここに当たるとき、はい、ところ、これ今ゼロです、うんうん、でこれで、ここがこのメモリがあるんですけど、はい、このメモリの端、はい、ここまあ爪当てて、ここゼロですね。でここずっと55前進したところ、うんうんうん、ここで切れば55いきます、はい、でシャウトのこれ端はねちょっとバリがあるんでね、はい、ああ、なるほど、毛が違ってるんで、バリ取りいいですね。こういう、ね、細かいところも結構だと大事なの、大事ですね、本当ですね。そうそうそう、だこう、テレサートの毛が専用、なるほど、で、あと、まあ、聞いた時の鉄粉がね、うんうん、こんなこと残ってるんで、結構残りますね、これ、うんうん、なるほど、もう切るときはやっぱりね、機械もしっかりしてるんで、スポンと、そうです、うん、でこの仮のグリップをつけて、もう一度よチェックすると、まあ、33ぴったしですよ。なるほど、採寸していただいて、はいはいはい、なるほど、まあ、だから元長さをちゃんとチェックして、うん、カットしてるんで、うんうんうん、まあ、ずれることはないんですけど、ね、なるほど、はい、うん、であとは、まあ、ここでカットしましたと、はい、いうことで、まあ、このダミーグリップをつけますよね、うんうん、で普通あのカットすると、うん、まあこういうのバランス系、はい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 、バランス系のね数字、うちはもうパターはあんまり見てないですけど、うんうんうん、これね今これ B8 B の8ですね、はいはいはい、でね、あの元の35インチだったら、うん、多分 D0 だと思うんです。そうですね、はい、で2インチカットしてるんで、まあ約12バランスしてるんで、うんうん、B8 までいっちゃうと、うんうんうん、数字的に言うとね、すごい差じゃないですか、うん、めちゃくちゃ違うような感じですね。そしたらヘッドにこれをね、D0しようと思ったらヘッジめちゃくちゃ鉛張らなかったんですよ。そうですね、うん、そうですね、12バランス、うん、でそれすると、うん、逆にヘッド重たすぎてあんまよくない。で、ストロークを安定させるために、うん、うちは、うん、短く切った時はね、はい、こちらが重くする、あ、このグリップ側を重くすると。そうです、なるほど。でグリップを重くすると、バランス、今のバランス値はもっと軽くなるんですよ。うん、軽くなるんですけど、うん、実際試していただいたら、うん、手元のねこの動きが、うん、結構安定する、うん、体感できると思うんですよ。これちょっとうちでオリジナルで作ったあのシャウトの中に入れるねウエイトなんですけど、オリジナルで作られてるんですか。そうです、そうです、うん、こういう感じ。
このシャフトの内側に入れて、これ内側穴開いてるんですね、この棒の中に。あ、そうです。ここネジがありまして、はい、まあ後から取り出すこともできますよと。なるほど。でこのシャフトのですね、穴の径、これ今ガタガタでしょ、はいはいはい、もうすぐ太い重りあるんで、はい、まあ穴径にぴったしなやつ。なるほど。だから何種類も作ってるという。なるほどなるほど。あ、これはもうで重さは一応これのベースが50g あるんですけど、はい、まあここまで重くするか、まあ 30g ぐらいでいいかな。うん、それは人によってちゃうんですけど。でそれはカットするという。そうです、カットしてね。うん、なるほど。はい、うん、おネジ切ったらね。なるほど。ですからまあこう合わせて、はい、こう持っていただいて、うん、安定して。はい。これと、まあ、内状態やった時にどのぐらい違うかね、うん、こうやって行ってみます。経験してるので、はい、何グラム入れましょうかと、うんうんうん、50グラムを持ってちょっと振ってみます。はい、うん、僕 50g でも全然大丈夫ですか。はい、大丈夫です。重すぎはない。いや、全然重すぎっていう感じはない。感じはない。はい。逆になんかヘッドがやっぱちょっと軽く感じる。ああ、そうですね。まあ、バックスイングの時にヘッドがこう揺れるように感じる人、いるんですけど、はい、まあ、そのグリップの中に重り入れるとですね、それが解消されること結構多いんで、うん、はい、さっき向こうのやつはちょっと細かったんで、うんうん、ああなるほど、投げに合うやつね、太めの太いやつ、はい、これで今51ぐらいかな、51というところです、うんうん、これをちょっと、あ、これ入れてやってもらおうか。ああなるほど、ね、接着する前に、ね、はい、確認でね。あ、そうか、中に入れて取れるんですね。ネジ式だからね、はいはいはい、取れるんですよ。まあ、ダミーグリップもね、太さが種類あれば、うんうんうん、いや、僕使いたいのは本当にそれぐらいのグリップなんで、お手製ぐらい、はい、あ、全然違いますねやっぱり、あ、いいですねいいですよね絶対いい感じや、うん、うん、いい感じです。50g 重りこの辺に入ってるんですかね。そう、ちょうどグリップの真ん中です。あ、真ん中、両手の真ん中、そうそうそう、はいはいはい、はい、いいよ、本当にいい感じですか。はい、これでお願いします。はい、ありがとうございます、はい、カットした後のパターですね。これオデッセイのホワイトホット4番で、棒だけを抜くと、で、重り付けは完了。はい、申し上げました、重り、はい、重り今、させていただいて、はい、で、この後、グリップでね。そうです、はい、はい、このグリップを、後からラムキンのグリップ、まあ、スタンダードタイプです、ね、クロスライン、クロスライン、はい、はい、これを後からつけます。今10分、接着剤を乾かすために置いております。今ですね、このパターンのグリップのつけていただいて、で、シャフトを2インチほど短く切ったんで、当然以前よりちょっと細くなるということで二重巻きにしていただきます。
で、この交換域は、どの交換域も一緒なんですよね。そうですか、パーキンググリップ交換域ですね、はい。でこのパターの場合、特にこの調節がね、結構大事そうな。あ、これはレーザーの水平器ですか、これ。あ、垂直を出してる。完了でございます。ありがとうございます。ということで完了しました。35インチのパターが33インチに変わって重りが増えたと。ありがとうございます。